シュバルバーの宮廷の神々が描かれた器シュバルバーとは、大まかには、恐怖の場所と訳せる、基地族のマヤ神話における冥界の名であり、その地は、死の神々とその従者たちによって治められている。16世紀のベラパスでは、シュバルバーの入り口は小判近くの洞窟であると、伝統的に思われていた。21世紀初頭現在の小判近隣で暮らす一部の基地族によれば、 その地は今もって死と関連づけられているという。また、ベリーズ近くの洞窟系もシバルバーの入り口と言われている。マヤの一部では、天の川がシバルバーへの道とみなされていた。ポポルブフでは、シバルバーは地底の宮廷として描かれており、死とシバルバーの王と呼ばれる十二の神々ないし強力な支配者たちと関連づけられている。シバルバーを治める死の神々の筆頭は、 噴火名と、ブクブカ名であり、噴火名の方が年長である。シバルバーの王たちの間で、カビルの蛇の王に絡まれる意思キック残る10人の王は、しばしば悪気とされ、病、飢餓、恐怖、貧困、苦痛、そして最後に死といった、様々な形の人間の苦しみに関する堅牢や、良分を与えられている。これらの王たちは二人一組で活動する。残るシバルバの住人は、 これらの王のいずれかの支配下にあり、上記の使命を果たすため地表についていくと考えられる。シバルバーは広大な地であり、個別の建物や場所が数多く、ポポルブフに描かれ、研究されている。その中の筆頭が王たちの集会所で、5から6棟の建物が、シバルバー第一の試練や球技に用いられている。また、王たちの屋敷や庭園など、 その他の建物についても言及されており、シバルバーが、控えめに見ても大都市であることを示している。シバルバーには、誰であれ、来訪者に対する試験や試練、罠がはびこっているようである。シバルバーに向かう道ですら障害に満ちており、サソリだらけの川、地の川、そして脳の川に遮られている。川の向こうには辻があり、旅人は、 こうした障害を乗り越えてたどり着くシバルバーの集会場は来客が着座した王たちに越見する場に見えるだろう。実は王たちの近くに座っているのは挨拶に来た人を窓しからかうため成功に作られた人形であり、騙された人は次に椅子に腰掛けるよう言われるが、その椅子の正体は焼けた石である。シバルバーの王たちは彼らの流儀で人々をからかって楽しんだ後、来訪者を 命がけの縛る場合式試練に送り込むのである。都には、来訪者への試練で、一杯の危険な館が少なくとも6つ設けられている。第1の、暗闇の館は中が完全に真っ暗である。第2の、震えの館内し寒冷の館は、骨までいてつく冷気と氷で満ちている。第3の、ジャガーの館は、飢えたジャガーで一杯である。第4の、コウモリの館には、 金切り声を上げる危険なコウモリが群れをなし、第5の剣の館では一人でに動く刀剣が待ち受ける。ポポルブフのまた別の箇所で、第6の試練が人熱に満ちた、炎熱の館であることが明かされる。これらの試練の目的は、放り込まれた者が試験の裏を書くことができなかった場合、彼らを殺害するか恥ずかしめることにある。シバルバーは、双子の英雄神フンアフプート、 イシュ石ン経営によって、没落の時を迎えた。ポポルブフによれば、かつて、シバルバーの住人は、地上人からの崇拝を享受し、死の神々へと捧げられた人間の生贄を、受け取っていた。ポポルブフで語られた時代のうちに、住人たちは、偽の生贄を受け取るように欺かれ、ついには、地上からはもっとささやかな捧げ物を受け取るように、貶められた。人類学者。 デニス・テドロックは、こうした歴史の説明は、初期のマヤの信仰形態に対するキチェリュウの悪態なのかもしれない、と推測している。双子の英雄神の手によって、大敗を喫した後のシバルバーとその住人の役割は、はっきりとしないが、その後も長く冥府の暗がりとして存在し続けた、ようである。ありがとうございます。